どうも皆さん、キミエフです。積み木役キャストしてモノミスアーリーアクセス版遊んでいきたいと思います。で、前回のなんかまたねちょっと、次どこ行ったらいいんべかっていうロケハンみたいにしてみたんですけどね、であと英語もちゃんと読もうってなったんですが、あの隊長さんが言ってるやっぱあの捕虜助けてくれって言ってるんですけど、あ、そう、ちなみにあれ、ここ空だっけ、なんか入れてなかったっけ、私入れてないんだっけ。ここにね、この3つは入れて帰ろ、入れていこうかなと思ったんですけど、なんか今エピティ立ってるの見たら怖いな。 I wonder これは多分私のスキルが足りないから使わない。これはまあ一応デザインが好きだから持ってるけど、コレクション的な意味でしか持ってない。これは多分もうこのタイプの武器を使うかどうかがもうわからないんですけれども、てかあれなんだな、これよりこっちの方が強いのか。入れない方がいいのかな。なんか閉まってた記憶があるんだよな、ここに。売っちゃったんだっけ。これだけ置いとこう。はい、大丈夫だよな。で、そうですね。で、捕虜助けてくれって、捕虜だか人質だか、捕虜だろうな、状況的には助けてくれって話だったんですけど、どこにいるのかなって思ったらこっちじゃないかなってところがあったのでね、ちょっとそこに向かいたいと思いますが、あ、癖でこっちが来ちゃったけど別にこっち側から行く必要はないんだよな。あとはまあ、あの人の体を探すとかにやってきたら、レフェルを上げたいんだよね、とにかくそのインテリジェンスを上げるために。内側に行けば一番いい感じにつくのかな。あのスライムまみれのところに行きたいんだ。こっち側じゃない方がいいのか。こっちから出てった方がいいのかな。ある人がね、指し示してるところが実はあるかもしれないから、ちゃんと見ておかないと思うんですが、ここで落ちるとめんどくさいから、セーブしとこう。セーブしといてよかったね。なんかもっといい生き方ないのかな。多分ここなんだろうな。これもな、難
ヒントがないんだよな。ああ、そうだ。で、これも多分、もう私は見てるところなんだろうけど、ちょっと、今度ちゃんと探してみようかなって思いました。今、とりあえずこっち。ここもね、開いてないしね。こっちか。こっち側に隊長がいるんですが、この辺からさすがに松明を持つか。ここかな。こっち側に私行ってなかったですね。で、また分かれ道。ポーション普通の水っぽい。特に調べたりできなさそうだけど、絶対意味あるでしょこれ。マイン、やっぱあれなんだ、なんか採掘してたんだな。そういうものいっぱいあるもんね。そっち側は？ああ、方向的にあいつらのあそこだね、あそこの同じ建物にいるっぽいが、こうあるという。ああ、こっからは渡れなさそう。ああ、そっち臭いな。割と、ここ行くのかよっていうところを飛んだり、くぐったりするっぽいゲームだなっていうのは、わかりましたね。っぽいな。ここでいいのかな。ああ、一応これがあるけど、多分こっちに直の方が行きやすい。よし。ああ、なんか変なとこ降りた。変なとこ降りたが、セーブするでよかった。こういうことを繰り返してたから、今までのね、プレイがやたら時間かかってるってのもありますからね。あれ、登れない。さっき登ったよな。ん？あれ？成功法じゃないのか。いや、でもさっき登ったよな。なんかね、たまにここ登れたよなってところが登れなくなったりするんで。もしかしたら私の
装備重量の話かなって思ってるんですけど、例えばじゃあ置いといて、いけない？まだオレンジ。もう置いといて。ん？これ装備重量じゃないのかな？違うのかな？こっちのものかな。いや違う、え、これ装備重量じゃなかったの。こっち、あ、こっちか。こっちは関係ないんだ、持ち楽なのに。じゃあこれだけ脱いどいて。ああ、なんかやっぱそれあるっぽいな。なんかいざとなったらじゃあ鎧脱ぎゃいいか。入った。あ、いるな。1体2体か。戦うにしても1体ずつやりたいが、バレたな。割と重装備。こっち側に逃げるべきじゃなかったから、立ち回る場所がなくなっちゃうな。日の光が見えた。地上からつながってましたね、さっきのところは。普通に中で戦おうかな。不意打ちはやっぱ強いですね、当たり前だけど。スタミナがないかな。いや、なんか変な効果で遅くなってるんだろこれ。なんか不意打ち効果みたいのがあるのかな。これはスタミナ。このあたりとかにガンガンやりすぎたせいで剣がもう壊れそうだな。
装置。なんかレバールビー。ラウンドシールド、バックラーではないね。ん？ああ、そっか。捕虜がいるって言ってたな。ああ、はるかにいいやつだが、あんまりシールド使ってないんだよな。これスタック、はい。ああ、これが捕虜ですかね。ありがたい。薬草系割と手に入るな。普通に使っちゃっていいのかな。あなたが。Greetings, outsider. なんか捕まってる割に軽いな。ロックピックも足りんくなってきたな。買っとくかな、ゲロさんとして。何やこれ。プリント&スティール。フートミックファイヤー。ピッキングです。シーブレードクリエイトスペース。使えるのかな、要するに。あの、金床で。爆弾。あの、捕虜と、これだ、ん？これだな。リサンドリエット。なんか名前的にここの土地特有の、あれかな。宝石かな。あの、捕まってるやつと一緒に爆弾置いとくのダメだろ。危ないだろ。地上まであれは繋がってるっぽいが、まっすぐは帰れないかな。ここのは取ったよな、私。うん、ここネズミが食べてたところで、あなたの足かなんかを。ちょっとセーブしてないよね。なんか変なバグとか起きて、やり直しとかになったら嫌だから。あと、レベルが上がると思うんだよな。あとちょっとで上がれって感じだったから。なんで隊長さんのところに戻る前に一回教会かな、教会かゲロさんちだな。結局教会の近くまで行ったらゲロさんちもそこそこ近いっていう感じになるからな。とりあえず教会だ。レベル上がった、インテリジェンス上げる。で、そうだなあ、ちょっと一旦これはこれで、スキルポイントが、一回閉じて、これが今、マイナス51、40、40じゃん。
例えばこれをセーブを分けて、これだな、ソードアンドアックスを2個上げたとする。で、マイナス47、37、37、上がるけどまだ使いこなせないので、そんな劇的に急に使えるようになるわけじゃないから、だとしたら6ピックか。いろいろ探索するって意味では6ピックなんだよな。6ピック1個あげるとしよう。アスレチックか。ステルス、サーチ。アナトミー、クリティカルヒットも上がるの。これはあれか、どっちかっていうとあれなのか、医学的な知識っていうか、どうやったら人を壊せるかみたいな。今のところ使ってはいるけど困ってはいないんだよな。アスレチックかな。アスレチックも投げた方がいい気がするんだよな。散策って意味では6ピックなんだよな。6ピックにしとくかも。はい、でゲロさんち行こう。ああ、しまったの。大丈夫だね。なんか取った今。 I guess I'll do that later. だってだからあんま使ってないんだよな。だからそもそも置いてってもいいのではっていうのがあるんだよな。置いてこうかな。で、Hail Hadrius. Let's see what you have.そうだね。この辺まあいいか。これはいらんけど、フラスコ、金じゃないよね。銅だよね。フラスコ安いんだな。一応この先探索はすると思うので、ロックピックツール10個でこの値段か。大して高くはないな。買っとくか。ああ、でも手に入るかもしれないからな。4個あるからとりあえずはいいか。
隊長のところに行く前にいろいろとやってみましょう。まず武器を直す。寝してるちゃんとこれ。ああ、よく見たら6ってなってるね。私今5だからちゃんとは扱えてないってことか。これはスキルポイント12か。12ないとちゃんとは扱えないと。でセーブして、これ試しに。そういうことじゃないのかな。フリント&スチール、フリントっていうのはあれだよな、フリント60とかのフリントだよな。違うのかな。フートゥーメイクファイヤー、火を起こすのに使うか。火打ち石ってことか。火打ち石か。で、何度もチャレンジをしておりますが、あっちにある、開いてない。あ、またスライム開いてんな。通りかかりついで、だから倒していこうかな。こっちに来たのが無駄にならないように。まだ半分食らうんだよな。もうお金は1円か。ああ、今毒質使っちゃったけど、ヒーリングポーション使ったりしてもいいのかな。これちょっと一回飲んでみるか。あ、すっげえ回復する。ヒーリングポーションでいいな、これも。ちょっと待って、こうだ。ヒーリングポーション一応湧いてるところがあるんでね。そろそろいいのでは。あ、ダメ？なんか特定の鍵が必要とかなのかな、やっぱり。とりあえず隊長に知らせるかしたら、次にヒーリングポーションをもらっていこう。なんかあそこのスライム絶対リスポーンするっぽいけど、他にそういうポイントあんのかな。
ゴブリンはリスポーンしないっぽいんだよな。人型はリスポーンしないとかかな。でもスライムもリスポーンしないところはリスポーンしないんだよな。あ、確かあっち側から行った方が近いな。で、アップデートが入ったんですけど、また確かなんかそう、ポーション湧きどころ、ポーション湧きどころのポーションが遅く湧く、危ない、湧くのに時間がかかるようになったみたいなのが書いてあった気がするんだよな。なんか多分そういうことだろうっていうのがあった気がするんだよな。あれ、こっち側じゃなかったっけ。こっちか。ああ、そっか、1個しか、1個ずつしか、予想いないのね。はい、ちゃんと読めなきゃだな、これも。ああ、ほんと、時間がかかるようになってる。さすがに10秒じゃ、無限に遅いすぎるからってことかな。どんなもんだろうな。ちょっとやそっとじゃすぐに湧かないんだったら、もう他のとこ探索してきちゃうんだけど、ちょっとやそっとじゃ復活しないっぽいね。まあそれでちょうどいいんじゃないかな、本当に。いくらなんでもね、無限に襲えるじゃね、無限に襲えるんだろうけど、無限に襲える上にいくらでも襲えるだったらね、ちょっと強すぎるからね。隊長がいるところに向かうには、あ、そうだ、ロックピック上げたからそことか開くかな。なんかやっぱりもらった鍵も実は私がロックピックで開けちゃってたところがあの鍵で開くところだったんじゃないのと思ってるんですよね。お、開いた開いた。やっぱロックピック上げといた方がいいな。で、ここもストレージっぽいけど、ん？ネズミか。あ、2発だ。3発かかってたんですけどね、2発で倒せるようになってた。やっぱロックピック買ってくるかな。もう開いた開いた。うん、傷んでるから、傷んでた方ショートソード、まあ、もらっとこうか。傷んでる鎧よりは
傷んでる鎧よりは強いってなったら着替えよう。結構開けられてないやつありますからね。開いちゃった。アンロックってなってるから、もしかしてこれが鍵でネズミ竹の中に鍵で開くところなのかな。あの人の言ったストレージキーで手前のところは開かなかったのか。じゃあエールか、まあ持ってってもう金にしちゃってもいいかなと思うが、どうせ今また隊長のところ戻る前に一回なんかただ塞がっちゃ落盤とかで塞がったからそこ塞いだだけ。これもいっぱい手に入ってるけど、なんか意味あるんだろうな。倉庫というよりもお酒置いてあったところって感じだけど、内側とかロックピックで開かなかったの、あの砦の中にも何か所かあったと思うんだよね。そっち一回見てこようかなって今なってるんですけど、これもか。 OK。 あとあれだな、墓から助けてやったやつの墓？牢屋から助けてやったやつの逃げ去ったところにも開かなかったやつがあった気がするな。こっち側とか見てたっけ私。あーでも川から登ってくるこっからだから見てはいるだろうな。なんとなく、あ、どこで指差してる。あ、こっち指差してたな。これ違うな。あ、これだ。あー、よかった。なんかあれなんだ、本当にあいつ出てくるかなとか思ってちょっと行ったことあるところも行っとこうって今で言ってたんですよ。あー、やったやった。あと1個だな、じゃあ。あと1個だよね、多分。右手、頭、左足、右足、体ってことは、あと左手だよな。やっぱこのどこかにあるな。あのこっちが来ちゃうんだよね。砦に向かうのってどこから行くのがいいんだっけ。これ登れないんだっけ。なんかアスレチックが高ければ登れるとかなんじゃないのって思うんだよな、この岩の形。登れるところに置いとく岩の形してるんだよな。
そこからだ行った方がいいのかな。頭蓋骨がね、割と隠されてたから、めっちゃ隠されてるところにある可能性はあるな。ちょっとそういう上とか見ようか。そんなすぐ近くにはないと思うけど。ここに繋がってんだから、それで、あ、でもこっち側から行けないんだっけ。まあ、あいつの母さんの一部があるかもしれんから。そうだね、ここ登れないもんね。ただお堀には入れるので、どこだっけか。ああ、こっち側のは確か戸を閉めちゃったから、こっから直接中なんかスライムの音したな今。ああ、でも開けられるなこれ。よし、あれ、ここの際に湧くのかな。スライムの音してるな。あ、湧いてる、湧くんだ。せっかくはやってくか。経験値が欲しい。2体だけ、2体とも湧いてるな。2体ぐらいやれるかな、今の私なら。雑な、いや、やっぱりあれだな、雑にやって勝てる相手ではないな。あ、間違ってセーブしちゃった。間違ってセーブしちゃった。やっぱセーブ2個ぐらいやった方がいいかな。ちょっと待って、めんどくさいけど経験値取りに行かなきゃ。じゃあすぐ近くだったからいいけど、よく見たらあのレディートもすぐ近くにあるんですよ。あ、ここ回復ねえじゃん。はい、レディートもすぐ近くにあるから、セーブ2個ぐらい置いとかないとダメかなと思ったんですよね。今みたいな失敗もよくあるし。でも一回やってみようか。無理か、ロックピック1個になっちゃった、残りが。経験値落としたら割と痛いな。調子に乗らなきゃなった。間に合わなかった。回収、一旦ここにいて、で、
ったやった。ああ、ダメか。なるほど、ストレートがあった。ちょっと待って、一応、今、1124で、はい。1685か、まあ500ぐらいか、落ちとって。あ、これになってる。はい、やっぱあれだね、遺体がなんか持ってたらあれになるんだね。円かで1600いくらだったろう。1805か、100何十だな、こいつ一体で経験値。スライム湧きどころが分かったな。焼いとこう。あとなんか焼けるものあったっけ、私。これ肉。ここにあるものは大体開けたんだっけ、あれ以外。一応これ試してみるか。違うね、やっぱりここはここで別の解き方があるんだ。内側じゃない。これだ。あー、ダメだ、ダメか。スライム湧きどころが分かっただけ。収穫かな。置いてたっけ、一回ここを拠点にとかやってた時あったよな。いいか。一応やっていきましょう。
応これ置いてあるんでね、そこ行ったらハンマーは持ち歩かんでもいいのかもしれないけど、ハンマー置いてないところに行った時がね、ショートソードも、あ、でもエクセレントだな、このショートソード。あいつこういう風にやってると準備はその整ってくんだよな。ん？こっち側じゃなくて行けたっけ？こっち側か。ロックピックの数がやっぱ足りないんで、ゲロさんのとこで買ってきて、で隊長のところ行って、多分また あこっち来ちゃった。あでもいや、こっち側から、いや向こう側からか出るんだとしたら、あそう乗れそうなんだよな。花のフラスコあったっけ？花のフラスコはもうないか。あるいはこれを1個もう、いや2個ともマナにしちゃってもいいんじゃないかな。マナ？マナ2個ともマナのポーション飲んじゃっていいんじゃないかな。で、HP 回復にしとく？だって今マナに困ってないもんね。あ、復活してる復活してる。一応ちょっとこれで何発か撃っといて、で飲んでみようか、マナのポーションか。あ、そうだね、それって言うともうマッシュルームがいらないのではってなってきたな。マジックマッシュルーム。こんな遠回りしないとダメかな。なんかもっとちゃんといい道ある気がするけど、まあいいか。取りたいなあ、あそこのやつ。結局ここ来ちゃったな。こっち側から行けるんだっけ。あ、ここだよ。いい加減道を覚えないとな。Greetings, outsider. Are you looking for anything in particular? もういいや。ああ、そうなっちゃうのか。ショートソード、ロッ
フピックちょうだい。で、タイムスもらっておこうかな。A pleasure doing business with you. Dangerous times indeed.なくなってない、大丈夫だね。なんとか読み込んだもんね、大丈夫だな。で、隊長さんのとこ行こうか。どう行くのが一番近いのか。こっち側じゃない方がいいな。こっち側とか実はあいつの死体があったりとかしないかな。ロイドがもういなくなったから、そこ私の家にしてもいいんだよね、多分。こっち側から行けたっけ。そこを通らないとダメか。ここがあれか、まさにこのスライムのところに繋がってたのか。その辺もなんかいまいちしか覚えてないからな。そう、コンパクトにまとまってるはずなんで、マップ自体は。それを私がちゃんと覚えているかどうかっていう。で、セーブする、作ろう、もう一個。これでいいだろ。こんだけ3つ運用してはとりあえず大丈夫だろ。結構ね、ドゥームやってた時もうっかりロードするつもりがセーブするとか、セーブするつもりがロードするとかやってたからね。あー、あれ、あれ？脱ぐかな、鎧。ああ、だって一発だもん。やっぱ重さ関係してるわ。ここによじ登る気がするもなかった。
で、そうですね、枠が1時間になっちゃったんで、ちょっとここで一旦枠を切り替えようと思います。どうもお付き合いいただきありがとうございました。一旦終了します。